いでも。ミク配信になっちゃうんだけど、ファンデーションしかやってないんですよ。だからちょっとファンデーションやったんだけど、ファンデーションになってまだ眉毛とかね描いてないんで、昔はよくやってたな、メイク配信やってたよね。金曜日の声みたいな時マジマナカちゃんと仲良くなってついた、仲いいもんだって、だって仲いいもん。だからメイクしなくても大丈夫って優しいね。でもメイクしないといけない。てかさ、次に食べに行きたいラーメンどんな系と思うんですか。味噌かな。味噌食べたいか。ちょっと急いでるんで、ちょっと気にしないでください。ラーメンは何ラーメンが好きなの、みんな。私味噌。てか島根がちょっと違うのか、私の家族がおかしいのかちょっと分かんないんですけど、ラーメンじゃなくてラーメンって呼んでた。味噌だったらやっぱフックやん、フックっていうお店があるってこと。ちょっと辛いネギが乗ってる。いや、普通のネギがいい。普通のネギで。そう、イントネーション違うの。ラーメンって呼んでた。島根かな？それとも家族かな？味噌バターコーン大好きね。おっちゃんラーメンとかないの？島根にしかないのかな。そんなことないか。先にリップ塗っちゃう。
後でいいや。おっちゃんラーメンっていうお店とかないんですか？え、これ島根にしかないんかな。別にチェーン店ではないってこと？寸胴屋とかは？いろんなラーメン屋さんがあるんだ。ああ、メイク難しいよ。街角のパーティーの歌いだし、いなくも泣かない。え、それな、毎回思うわ、それに関しては。お調子の子も泣くよって毎回思うわ。見返すね、ね、珍しいよね。だからレアだよ。ちょっとメイクがめんどくさくなっちゃった。今日は17度って微妙だよね。わかんないんだけど、17度って昨日日の照りが主流の方が多かった、ね、多かった多かった。よく落ち着きで、17度は難しいな。暑くもなくて寒くもないし、結構暖かいかさ、どうしようかな、どんな格好で行こうかな。あ、でもそんな夕方くらいは寒いでしょ。昨日結婚式行っててめちゃくちゃいいな、結婚式。あ、16位になった、ありがとうございます。嬉しい。帰り遅いなら、あるもの、あと確かにあるもの持っていこうぜ。いいな結婚式。私も友達が結婚とかしたら行くんだろうな。あ、おめでとうってなる。なんかめっちゃちっちゃい頃に。結婚式に出たことあるけど、なんか親お母さんかな、なんか感じ。
の人とかで、ケーキ運んだ覚えが、二次世界の早い人は結婚して始めるよね。確かに私もそんな日が来るのかしら。ひなは友達としてスピーチとかしてた。しない、絶対しない。早く実用公演で超絶可愛いひな子とか出ししたいなって。してくれるの？時間間に合う？だって、うん、なんかね、もう微妙、なんか微妙だけど、微妙って感じかな。あん、でまず服も決めてないし、今何の服着ようかなって今考えてるんだけど、なんか本当にキリッとしてるね私って。そう、一回待って、汚いね後ろ。でももうどうしようもできない。これでも落としとこう。や、無理。まあまあまあ、いろいろ期待じゃ、ちょっと、ちょっと一回。生活感、確かに生活感ありすぎ、困っちゃう。にゃんちゃんがこっちを見て寝ています。すごく寝ています。いつも床座ってないよ。あ、どういうこと？にゃんちゃんがってこと？ちょっと手が濡れてる。生活感って良いです。だっていいでしょ。髪の毛はね、黒く染めたいんだよね。そろそろ。どう思う？反対？賛成？じゃあどこにお出かけって、いうかお仕事さんですって。あ、違ったに。そう、暗くするね。じゃあ暗い方がさ、落ち着かん。落ち着くよね、暗い方。私はそう思っている。でも一度は明るいのもやってみた。
こうやって涙袋を描くときはこうやってってやると個人的にいいと思ってる。でちょっとぼかす。茶髪に、え、茶髪似合う？私茶髪ってさ、てか私髪の毛一回茶色に染めたことあるけど、なんか根元が暗くなって、最近茶色にした、あれ最近ではない、いつしたっけな、最近茶色にしたよ。最近じゃないけど、いつだっけな、なんか今年の2月とか。根元が暗くなるのが、プリンみたいになるのが嫌で、めんどくさいなって思っちゃって、多分髪の毛染めるの向いてないかもしれない。だいぶ前だよ、それ以降はずっと暗く染めてる。もうメイクよくわからん。一応これ持っていくか。いや、いらないかな。いや、まあ一応ね。一応これね。で、これはマジで大事でしょ。これはまあ大事。これはもういいか。月1とかそう結構茶色いよ今。めっちゃメイク薄いよね、私こう見たら。そんなことない、目が薄いのかな。まあいっか、あと服決めるだけだな、正直。薄く感じない？めっちゃ薄いよ多分。アイシャドウ塗ってないのよ。涙袋描いて、あ、涙袋にちょっとラメ乗せて眉毛描いてリップ塗っただけ。服どうしよう。今ね頭の中で考えてるけど、チークは塗らないですね私。公演の時は塗ってるけど。あ、15位だって、ありがとうございます、嬉しい。15位、絶対目の前で見たら違いすぎると思う。いや絶対そんなことない、本当に。かわいくなっちゃうでも全然 OK やって。 OK、 どうしよっかな。モンクレのダウン、いやダウンは熱くない、ダウンは熱くない、ダウンは5度とかで着たい。10度、10度はどんぐらいかわかんないけど、ゆらしするかもって言ったけど、だだそれとして何時間なのかわかる。そうなんよね、うん、本当にわかんないんだけど、
まあもしかしたらの時間は23時とかかな、うん、ちょっと分かんないけど多分23時とか。ですね。おち逆算しとくねって、ありがとう。せめてやる30分前の、そうだね、早めに教えます。明日2時起きなの、やばいね。それはそれはえぐい話や。やるとしたら23時かな。うん、この後は待って、本当に服どうしようどうしよう。服ってね本当に迷っちゃうよね。コントくらいがちょうどですよねって。確かにそうね。でも私昼はその今から出るってじゃん。だからなんか一回ね外出る時が結構遅めだから、あと室内にいるって考えたら寒いのかなって思わない？って思ってるから、ちょっと暑いし、うん、なんか持っていく、うん。僕はパーカー着ています。パーカー寒くない？普通か。3分前だって。じゃあちょっとランキング読むか。13位ペロペロチーノさん、ありがとうございます。12位ひろゆきにんアットマーク料理選抜がんばろうさん、ありがとうございます。11位ダブーアットマークなこしさん、ありがとうございます。10位時給250円さん、ありがとうございます。9位アイスカフェアットマークリランチュさん、ありがとうございます。8位マボルシさん、ありがとうございます。7位ユセリア1号さん、ありがとうございます。6位リョーパアットマーク終了ロスさん、ありがとうございます。5位ニャーカットマークネコイジオシさん、ありがとうございます。4位オンコヘイデアットマークひなこイチオシラブさん、ありがとうございます。3位キュなんて読むんだ、キュウリキュウリさん、ありがとうございます。2位レディオスジンオシさん、ありがとうございます。そして1位はカンナピアットマーク今日も大好きレオンさんでした。ありがとうカンナピ、ありがとう。3位はキュウリって読むの、じゃあQRI さんって一応言っとこう、違ったらあれやかな。じゃあ
今15位ですね。嬉しい、ありがとうございます。この調子で今日も頑張ってきます。ファイティング。じゃあちょっと待ってね。あとこれぴったりにちょっと多いよね。今日も頑張るのでみんなも頑張ってね。いた。それではもうちょっとだ。バイバイ。またね。なった。バイバイ。